さあ、そろそろ帰ろう。うん、もう帰ろう。みんなで一緒に俺たちが同じ星空を見たのはこれが最後になった。辛いこと言うなよ。ミッキーよ、何かよからぬことが起ころうとしておるね。あっちゃったか。なんだいみたいな顔してる。ミッキーよ、何やらよからぬことが起きるやもしれぬって。覚えてらっしゃる。覚えてんな。全く覚えてないな。一体何をやってきたんだろう私は。さあやってまいりました、選択のコーナーです。テラベンツアーカーの中から一人を選ぶんですが、まあアクア姉さんの、おっぱいに魅了されてもいいんですが、いいんですが、まあ、もしくは、テラの兄貴の袴っちょ姿に、まあ、肉体美に魅了されてもいいんですが、今回は間を取ってベントゥスでやっていきます。なぜなら二人とも使いやすいから。です。ベン君よろしく。いや他の二人だとね、集中できなくなっちゃうんでね。魅了されてね。そう。見ちゃうからね。見ちゃうからね。胸見て、顔見て、足見て、胸見て、最後に胸に戻る。胸ひたすら胸を拝んでる。出た。出た。もう覚えてるぞ。来るぞ。これがリアルなモノマネですよ。これより、マスター承認試験を始める。こたびはどんな感なの。これよりマスター承認試験を行う。こたびは候補者が2人である。開けたゼアノートか。いずれかの優劣を問う者にあらず、キーブレードに選ばれし者としての心のありようが試されるものである。この久しい若きマスターの誕生に際し、幸いなことに遠方よりマスターゼアノートが足を運んでくれと。二人とも心して望むように。はい。あんなにふさふさだったのに。では始めるとしよう。ストレス。光が欲しさに影が、光が欲しいんだって言ったらもう自ら光をこう発せれるようになっちゃう。眩しい。何俺のことなら大丈夫。テラ、赤は試験に集中して。でもベン、ここにいたら危ないわ。部屋に戻って待ってて。嫌だ。俺楽しみにしてたんだぞ。テラと赤がマスターになるのを。この目で見届けたいんだ。ベンなら大丈夫だ。俺たちと一緒に修行してきたんだけど。気をつけてね、ベン。気をつけてね、ベン。それ3回目やで覚えてますよ。これ毎回見るんですもん。テラ考えることに。でも大体他の2人をクリアしたのに忘れてるんで、もう一回やるんですよ。見るんですね、ちゃんとね、スキップして。この2人の球がね、あ
早きですわ。はっ攻撃すると、こうなるのか。これま、今、はっせっけろ。はっせっ。いや、いや、あっ、風よ。まあここで戦闘で大丈夫ですよ。いや、あまりちょっと止めだ。待って、待ってよ。いや、いや、いや、上の方がミラーボール。いや、もうやった。カタカタしないじゃん。でも店によってはあれでしか光らない時ありますよね。電気がない時ありますけど、部屋によってはあれは迷惑だな。あ、出た。あ、ファイアーブレイザーだ。炎。ファイアーブレイザー、スピードレイブ。レイブ。スピードレイブ。まあめっちゃ速い攻撃をズバ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 出すような感じでしたけど。不測の事態であったが、いかなる状況においても心を平穏に保てるかを試すいい機会であったゆえ、あえて止めなかった。あえてじゃぞ、あえて。お仕事を続けるとしよう。ほんのちょっとびっくりしたけど。次にテラ・アクアの2人の候補者同士の問戦を見せた。ふんっていう顔したけど。勝敗は問わず、能力が拮抗する相手と相対した時こそ、この輪を手取りになる。あの手によって始め。はっ、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 ここで魔法を使わないところが。うずくぞ。ヒゲはふさふさなのにな。承認試験の結果を伝え。いやでもいますよ、たまに。テラ、アクアともに優秀であったが、こたびはびっくりしますもん。お前そっちに生えたかみたいな。アクアをマスターとして承認する。おめでとう。テラは心の闇を制する力が不十分であると判断した。さらなる修行と精進に期待する。以上だ。エラックスは髪の毛を。アクアはキーブレードマスターとしての心得を伝えるゆえ、足も曲がっちゃって、しばしここで待つよ。それと髪の毛も抜けるのか。リクは伸びたけどな。テラ、じゃあのと腰も曲がっちゃって、これ。ああ、テラももう支えてるものが。俺の心に闇。大丈夫、私だって闇だらけだから、きっと。テラ大丈夫だよ。どうだ、ベントスは。まだまだだにって。まだ全然だ。俺が鍛えてやらないと。俺が鍛えてやらないと。旅をさせてやろうと思うんだ。ここではやめておけ。奴に感づかれると面倒だ。わかってる。おしみの。あいつにも旅をさせてやろうと思ってる。来た来た、親父の。ハロウィンでいそうだな、こういう格好。すまない。一人にして。あ、そういえばあれですよね。あのハロウィンで、あの金派のコスプレ可能になったらしいですね。らしいですね。現地で、現地っていうか、まあその国で、なんか昔はできなかったみたいな話がありましたけど。いっぱいいましたよ。あ、いました。いました、いました。おおって思いながら見てました。これ絶対窓ガラス割れるでしょ。バレる。ああ。急げよ、ベントス。お前、誰だよ。二度とテラと会えなくなるぞ。はぁ、何言ってるんだ。テラと会えなくなるわけないだろ。テラを追って、お前の目で確かめるんだ。テラがテラでなくなるところをね。誰だか知らないけど、お前にテラの何がわかるって言うんだ。俺とテラは繋がってる。いい加減にしないと許さないぞ。プンプン。くだらないな。
それが友情とかってやつか。真実ってのは自ら確かめる以外に知ることはできない。こんな狭い世界に閉じこもって何も見ようとしない奴に何がわかるんだ。引きこもりじゃな。親近感湧く。これは何の修行なんだろうか。構えの修行。剣道部見たことあるけど、そんな修行してなかったからな。竹刀を上に上げる練習は見たことなかった。ちょっとお兄さん欲しいな。袴っちょみたいな。テラ。さあ、あとこのテラという発言を何回するんでしょうか。ひたすらテラ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 言ってるんだこの子は。そういえば数えたことないな。テラー。ほら、ものの10秒も経たないうちにもう一回言いまして。大丈夫だ。頭撫でる。どうなってんの、ワックスもつけずにあんまりなんかな。すげえ。羨ましい。水に濡れても3度ぐらいで。ブーッと言いながら元に戻った。かっけえ。うさ耳だ。うさ耳。テラ、発進。90度。すごい、90度。耳痛くなんないのかな。キーンって。やっとでございます。やっと旅立ちます。やっと空いてるぞ。うん。まあ、ディメンションリンクを使うことはないでしょう。うん。はい。はい。じゃあ、ノート。ノートを見てる時間はない。急げ、急げ。うん。はい。あ。こういうのびっくりするんだな。さあ、旅立とう。しばらくはチーボーさんのスーパープレイが続きます。ここまでが40分ぐらいか。多分一つのワールドにつき1時間弱です。多分多分過去の経験上確かそんな感じだった覚えがあります。うん、うん、確か。うわーっていうセリフから始まります。これは確か。うん、本当仕事が好きなんて言ってみたいもんよ。うわあ。ここでレベル上げたな。ドワーフウトランド。ごめんなさい、僕も読んじゃいました。思ったね。今どきリコール人いるのか、やってなんか買ってきましょうか。焼きそばパン買ってきたっすみたいな。
ミツさんのお腹が鳴ったんですよ。え、俺じゃないです。あ、いや、多分プレステです。プレステのお腹が鳴ったんですよ。あららららら。あららららら。あららららら。マスター。すげえ、顔面水するタイプだ。この後のボス戦が楽しみだ。まあ、死んでなんぼですから。優しくなりますかね。まあ、ビギナーなんで大丈夫だと思いますけど、やったことないけど、ビギナーって。かわいいな。うん、お前は誰じゃ。彼見とこ、俺、ベンテス。あ、本当ですか。ベンテ呼ばれて。泥棒だ、隠れろ。その声にびっくりする。一人壁にぶつかる。どうせ。ああ。ごめん。脅かすつもりはなかったんだ。本当に？宝石を盗みに来たんじゃないの？ひどいな。泥棒扱いなんて。人を探してるんだ。テラって名前なんだけど、俺みたいな格好で、背はこのくらい。知るもんか。特徴は筋肉。騙されないぞ。ああ、聞いたこともないよ。あのさ、話しづらいから出てきてくれないか。罠だ。誰も出ていくなよ。よし、だったら俺の方から行くぞ。これが、これがな、めっちゃイライラするんだよな。何でしたっけ、全員、何で、7、6、7でしたっけ。で、そこら辺にいるのは楽なんですけど、トロッコがめんどくさい。普通にいるんですよ。長い。なんか木箱に隠れてるやつが何体か。Oh, my God.
めて聞いた。すごい、初めて見ました。初めて。信じてよ、俺は泥棒なんかじゃないって。泥棒はみんなそう言うんだ。そうだそうだ。騙されるもんか。分かったよ、出ていけばいいんだろ。出ていけばいいんだろ、出ていけば。ちょっと待て。学校の先生が言うパターンだ。帰れ、分かりました、帰ります。いや待て、みたいな。よくあるパターン。森を抜けた先に城があるぞ。分かった、ありがとう。王子の名前のエリック王子でしたっけ。あれ、それはアリエルか。白雪姫って誰でしたっけ。フィリップ王子、違う。あれ、白雪姫、王子の名前なんだ。調べようと。王子の名前なんだ。で、この後なんか城に向かうんですよね。あ、落とした。やった、それ。いや、はっ、ビギナ、ビギナなんで、ビギナなんでいけるっす。そうですかね。あ、プリス王子だそうです。いや、プリス、それ、やっぱりエリック、いや、はっ、いや、はっ、それ王子ってあんまりいないもんね。ダメです、他の、はい、プリンセスの王子とくっつけさせて。浮気や、浮気や。浮気ダメ、絶対に。クリスっていうんですか。全然もう、ヒロインにしかも興味ないんで。でも確かに、メモ帳とかのなんかプリンセスのやつあるじゃないですか。はい、プリンス見ませんね、確かに。さっきの人たちの家かな。いやー、いやー、やめてくだされ。あ、違う。さあ、ここからですよ。これだな、あんまり好きじゃないシュッ。すげえ、ガンガン進んでる。アイテム取らずにガンガン進んでる。大丈夫かな。私は不安だよ。あ、そうか、最初に護衛でしたっけ。最初ボス、最初ボスでしたかね。どっちでしたっけ。まあ、どっちにしろ護衛がめんどくさいんで。はい、今道見えた。今ボスだったら何にも出てこない。こんなに出ないんですか。多分帰りに出てこない。女の子が泣いてるぞ。泣いてるぞ。すごい。犬とかが。どうしたの？首の、あの、怪我した時の。気が襲ってくるの。シャンプーハットみたいな。大丈夫。多分、幻を見たんだよ。怖いんですよね、でも。怖いって思う心が、幻を見せるんだよ。お前も白雪なんですよね。これ、金払ってて聞いてちょっと笑っちゃいました。白雪なんだ。白雪ですわ。ありがとう。元気が出てきたみたい。この分なら大丈夫だわ。でも、休めるところはないかしら。どこか心当たりない。それならこの先に小屋があったよ。俺が一緒に行ってあげる。人んちだけど。俺、ベンテス。ベンテ呼んで。ありがとう、ベン。私は白雪です。うん、じゃあ行こう。そんなにベンテス名前に興味なかったんだな。うん。うん。で、こっからその白雪さんが暴走するわけですね。勝手に前に進む。そっか、護衛が先だったのか。なんか失敗したことあります。これ、失敗しますって。
っかい火が出てくるんですよね。止まんないで。せいやっそれじゃねえよ。せっ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 ああ、できれば面白かったです。あ、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 さあ、行くんだ。戦え。もらった。でも確かにグリーンセスって戦わないですよ。せいや、くらえ。せいや、せい、とどめ。シュールだったな、今の。今の気もシュール。やったー。何か、背中に待ってくれましたね。何もしてこなかったけど。ここなら安全だと思うけど、人も来たけどね。念のため、うん、この辺りを見回ってくるよ。これは女の子だ。確か。これは女の子だ。女の子だ。大丈夫。近くに魔物はいないよ。あ、あ、またお前か、泥棒め。なんでお前がここにいるんだ。待って、私彼に助けてもらったの。白雪姫、騙されてはいけません。さっさと出てけ。ここで白雪姫、お願いだから追い出さないで。お前もな。恐ろしい目にあったの。私も。出てけ。森の向こうの花畑で鍵のような剣を持った男の人に会って見たことのない魔物に襲われたの。鍵のような風評被害もいいところだな。まさかテラ、その男が魔物を使って姫を襲わせたのでは。テラがそんなことするはずない。そうね、ベンのお友達ならそんなことするはずないわね。姫客だからね。アンバースが出たからテラが剣を用意したんだからね。姫、こいつを信用しちゃいけません。そうだ、こいつは嘘つきだ。出てけ。何が何でも出てほしい。出てけ。この後ですよ。完全にコントローラーから手離してた。え？僕はこの後出てくるボスで必ず死にます。なあ、見てだね。邪魔をするな。結構心難易度高い気がするんですよね。初めて行った時思いましたけど、金派にしては操作的には DS の方がやりにくいですけど。やった。
ろよ。そいつもダメだ。いけるじゃんと思う。待ってといて。なんかね、爆弾かなんかをバーって出してくるんですよ。せいや。スピードレイブ。痛い。せいや。あー、来た、これだ。いやいや、来た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 、これ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 、いやいや、どうだ。あ、おや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 、あ、はい、声出ない。一発目入りました。待って、いや絶対ここはみんな死ぬんだって。いや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 、はい、せいや、ファイアブレーザーだ。まさかビギナーで死ぬことない。あ、そうだ、これビギナーだったな。そう、ビギナー。そういや、そういや、そうだった。テラー、テラー、テラー、おばあさん、これ落としたよ。へっへっへっ。なんか買ってきましょうか。お昼ご飯。おばあさん、これ落としたよ。ん？鼻長い。おお。でっかいニキビ。すまないね。これはとっても大事なものなんだよ。その武器、見たことあるわよ。おばあさん、テラを知ってるの？知ってるとも。ゼアノートのことを教えろと、その武器で私を脅したんじゃよ。テラはそんなことしないよ。ねえ、テラはどこにいるの？知らないね。ああ、お前さんも私を脅すのかい？え？俺はそんなつもりじゃ。すごいな。わあ、よく見たら浮いてるぞ。顔はああやって持つのか、すごいな。どうしちゃったんだよ。よく見たら浮いてましたよ。ふわ？相当軽いんだ。白雪姫。